歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。東京2020が盛り上がったんで、その時に歌われる国の歌、国歌というシリーズでやっております、はい、さあ今回はどこからいきますか。まあ、前回ねフランスやったんで、はい、今回はドイツ行ってみたいと思いますね。ちらっとね1936年のベルリンオリンピックの話もしましたけれども、うん、はい、ドイツの国歌、はいはい、ドイツ国歌ね、まあ、ドイツの歌とかあるいはドイツ人の歌と、まあ、そういう名前がついてるんですけども、はい、元歌はね、あのクラシックで有名な、クラシックの作曲家で有名なハイドン、モーツァルトの先生ですよね、はい、あの交響楽の父と言われますけども、はい、あのハイドン先生が作った弦楽四重奏曲第77番皇帝というのがあるんですよね、はあ、皇帝陛下に捧げられた曲があるんだけども、はい、その第二楽章のメロディーが使われるんですね、はいはい、で歌詞はね19世紀半ばに登場したホフマンという男が歌詞をつけるんですよ、はいはい、で一応1番から3番まであるんですが、はい、メロディーはねかなり有名なんでどっかでお聞きになったことがあるんじゃないかと。そうですか。まず聞いてみましょうかね。はい、わかりました。じゃあ聞いてみましょう。ドイツの国歌。1番が終わったんですけども、実はねドイツの国歌って、まあ、さっき言ったように1番から3番まででしょ、はい、今は3番しか歌われないんですよ。で今1番をね聞いてもらったけども、はい、この1番を特に好んで使ってたのがナチスドイツなんですね。ということですよ ね。歌詞の内容が非常にこう侵略的で、ちょっと歌詞の一節ご紹介しますと、ドイツドイツ全てに冠たるドイツ、この世界で最上のドイツ、マース川からメーメル川まで、エチュ川からベルト海峡まで団結をもって守らん、ドイツドイツ全てに冠たるドイツ。でこの、まあ、あの国家としてはね、その100年前の、まあ、ドイツ共和国、ワイマール共和国と言いますけども、うん、まあ、非常に民主的な憲法を持ってた国なんですが、うん、そこで、まあ、歌われてたんですよ。でナチドイツ時代になって2番と3番を歌うのをヒトラーが禁止して、この侵略的な1番だけにしたんですね、うん、2番もね僕そんな悪い歌詞じゃないと思うけど、これドイツ人の女性はいいよね、ドイツのワインは美味しいよね、こんなドイツに生まれて幸せだよねみたいな歌詞なんですね。で3番が今のドイツで歌われている国歌で、はい、統一と正義の自由、祖国ドイツのためにそれらを求めて我々は手を携え努力しようではないか、統一と正義と自由は幸福の証であると。歌詞ができた19世紀の半ばってドイツまだバラバラでですね、はい、まあ、明治維新以前の日本と同じような感じで、まあ、統一を目指す動きが非常に盛んだったんです、はい、でそういう中でできた歌詞なんですよ。でさっきも言ったように3番だけが今歌われてて、で1番はやっぱり戦争の匂いとか、あるいはナチスドイツのイメージがやっぱ非常に強いんで、はい、歌詞としては歌われないんですね。ただなくしてはいないんですよね。あ、なるほど。だから歌う時は3番だけと。ところがそういう事情を知らない人が時々やっぱりミスをしてしまう。4年前ですね、テニスのコンフェデレーションカップ、これアメリカで行われたんですけども、はい、まあ、国歌斉唱ありますよね、はい、その時にその主催者のアメリカ側が雇ったその歌手が間違って1問歌うんです。あとドイツの選手たちが色めき立ってね、大声でその3番を歌ってその声をかき消すと。これ結構ね国際問題になりましたもんね。あ、まあ、ミスとはいえね、やっぱ相手の国歌を間違えてしまうと。ただ思ったのはその歌わないんだったらもうなくせばいいんだろうと思うんだけど、まあ、そこはただね、うん、やっぱりこう僕は思うんですけど、うん、そのまあナチスドイツが好んだっていう歴史はあるんだろうけれども、うん、それをなくしてしまうと、うん、結局なかったものになってしまうから、そうそう、反省もなくなっちゃうんですよね。確かにね。だから歴史的遺物をね、うん、全部取っ払えとかいう議論あるじゃないですか、うん、例えば
南北戦争で 南軍で活躍した将軍ね、李将軍の銅像を撤廃せよとかね、うん、奴隷商人たちの銅像を撤廃せよとか、ね、うん、そういう声があるのは理解はできなくはないけども、はい、おっしゃったようにね、なくしてしまったら僕ダメだと思うんですよね。だからなくしてしまうと、うん、本当にその反省もなくしてしまうような気がして、それにやっぱ国家自体にやっぱ罪はないというか、もともとそういうことで歌われたことじゃないっていう、うん、国民にやっぱりね愛称されてきた歌ですからね。なんですよね、うん、あのよく、まあ、僕らほら国家で一応言っちゃうけど、はい、一応英語ではナショナルアンセム、あ、はそうですね、国のための賛歌、国を称える歌っていう感じで、うんうんうん、まあ、国民に定着して歌われ続けてきた伝統があるわけなんでね、うん、だからおっしゃったようにやっぱなくしてしまうというのはね、うん、いかがなものかと思うんですよね、うん、なんですよね。で次にご紹介するのは今度はねイタリアの国歌、あ、まあ、ね、サッカーではねしょっちゅう聞きますけど、いやもう 僕はもうさっきドイツの時も言いたかったんですけどあの国歌が流れると前評判通りにはいかないぞイタリアもそうなんですよ、本当大会入る時は前評判が低い時ほど、そうそう、なんていうかもううわーって優勝したりとか、ユーロ2020見ましたか皆さん、もうイタリアね止まんないわいやいや、イタリアの国歌聞きましょうか。ね、マメリの賛歌という曲で、ほう、これはあの、まあ、ドイツと同じようにイタリアも100何十年か前ね、はい、バラバラだったんですよ、はいはいはい、そのイタリアを統一しようと、うん、まあ、明治維新みたいにね、うん、統一しようと、そういう中でですねできた曲なんですね、はい、で作曲者、あ、作詞者のマメリさんですね、この人が、はいはい、この人は詩を作り、なおかつその統一運動に参加して、はい、28歳の若さで亡くなってしまうんですね、はい、戦死をするんですよね、はい、でそういったことで、まあ、聞いてみたいと思います。わかりました。これイタリアって出てるんですね。スタジアムなのが思い出す。そうですね。しかもあのイタリアの選手が一番歌うんですよ。そう声出して、うん、エタリアっていう。なんかねもう本当今回のユーロでもキエリーニが思いっきり声張り上げて歌ってるんですよ。いやだから僕はそれは素敵なことだなって思うんですね。うんうん、なんかやっぱ自分たちの、まあ、ナショナルアンセムを誇りを持って歌って、そういう気持ちで今からプレーに臨むんだっていう、そんな感じがするんですよね。詩の内容もね、その、まあ、イタリアがこれまでね被ってきたいろんな危機、はい、あるいは戦い、はい、でそこで活躍した人たちの名前をこう言い混ぜながら、あ、そうなんですか。一番の歌にはねスキピオという男が出てくる。スキピオさん、これはあの古代ローマの時代にライバルだったカルタゴ、はあ、それをやっつけた、まあ、英雄なんですけどね。我々はスキピオの兜をかぶり、みんな死ぬ覚悟はできているぞ。そして先ほど言ったようにイタリアバラバラだったんで、はい、我々イタリア何世紀もの間分裂していた、一つの民族にはなれなかった。しかし時は来た、我らイタリア統一の時が。でレニャーノの戦いをあちらこちらで再現するのだ。レニャーノの戦いでね、12世紀の末にドイツが攻めてくるんです、はい、それをイタリアの、まあ、いろんな連合軍が打ち破る、はい、イタリアってね対外戦争弱いんですよ。だから対外的に勝ったってあんまりなくて、だからあの珍しいイタリアの勝利ね、レニャーノをあちこちで再現しようで。へえ。ちなみにこれあの曲ができたのが19世紀半ばで、それを19世紀 の後半にね、あのベルディという有名なオペラ作曲家がいますけど、はい、あの代表作品がアイーダという作品で、その、まあ、あれエジプトを舞台にしたオペラなんですけどね、はい、有名な凱旋行進曲という有名な曲があって、はい、ランランラララランランランラララランララ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 ラ
ですね。彼が編曲してるんですよ。でちょっとまあみんなが歌いやすいようにこう旋律を乗っけた感じですね。やっぱでもみんなが歌いやすいっていうのは一つポイントかもしれないですね。ちょっとアップテンポでね、はい、でこうやっぱりこうどん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 こう気分が盛り上がっていくというか、それこそねもうワールドカップのねなんかの時に歌ったらさ盛り上がるやろやと。いやもう本当こうやって歌った後にうわーってもう本当この歌聞くとやっぱそのあのアズーリねあの青いユニフォームをやっぱり思い出すか。そうですね、サッカー好きでねもう本当、今回ユーロ2020は、アズーリサポーターの皆さんおめでとうございます。もう勝てな中じゃなかったけどね現代サッカーになってマンチーニがやっぱすごかった、監督はすごかった。